法王山は山梨県の南アルプス北東部にある三つの山の総称である。口述の通り、法王山とはどの山を指すのか、歴史的には諸説あったため、地蔵が竹、観音が竹、薬師が竹の山山の総称として特に法王山山とも呼ばれる。南アルプス国立公園内にあり、日本百名山、新日本百名山、新、花の百名山及び、 山梨百名山に選定されている。鳳凰山山を構成する山は、地蔵が、竹、観音が、竹、薬師が竹である。地蔵が竹の西に赤抜け沢の頭、薬師が竹の南に砂払いだけの小ピークがある。地蔵が竹と赤抜け沢の頭との暗部は、西の河原と呼ばれ多くの石地蔵が安置されている。鳳凰山は、南アルプスの主脈からは、離れており、 山がある市脈は、貝駒ヶ岳から始まり、朝予盆、高根、鳳凰山へと続いている。鳳凰山の山頂部は三山とも、森林限界上のため、眺めが良く、天気が良ければ、北岳、仙ヶ岳、貝駒ヶ岳、八ヶ岳、富士山などが眺められる。鳳凰山の東に視界を遮る山はなく、甲府盆地が広がっているため、非常に開放感の高い山である。 茶色っぽい山が多い南アルプスの中で、海駒ヶ岳と共に、例外的に花崗岩の白い山肌となっている。江戸時代の開国に関する地支流において、法皇んに言及されたものには、法営三年のお牛空、海中紀行、法暦二年の野田西法、恨み寒話、天明三年の萩原元勝、海の名称史、文化十一年の海の国史などがある。 これらの知識類では、法を山の指す三域は時代により認識が異なっており、地蔵が竹の実を指す、一山説、観音が竹、薬師が竹の二方を指す二山説、三山すべてを指す三山説があり、三名論争が展開されてきた。海の国史では、絶頂に高さ数条の岩あり遠く望めば、人物の上のごとし、囚人多くは誤り認めて、これを地蔵が、 学なりというは非なり。これより、東南の方に対峙するを地蔵が学という。とあり、当時の地蔵が学が、現在の地蔵がだけではないとも考えられる。その場合、当時の地蔵が学は、現在の赤抜け沢の頭だと考えられる。法尾山の山陸地域では昔は、人山説が一般的であったが、後に山岳信仰の広まりに伴い、宮山説が浸透する。 恨みさむ話の著者である甲府金万氏の野田生方は、二方を区別しがたい甲府に居住しており、近世期の各種海の国絵ずるいでは二山説、三山説を取っている。しかしながら、いずれにしても現在となっては、鳳山とは、鳳山山と同義である。地蔵が竹の山頂部は、オベリスクと呼ばれる巨大な戦闘があり、鳥のくちばしに見立てられることから、 法王の三名由来になっていると考えられている。オベリスクはこの三域の象徴的存在で、甲府盆地からも注意して観察するとその姿を見ることができる。地蔵が竹山頂の二個の巨石が相抱くように突き上がっていることから、個人がこれを大日如来に義して崇拝し法王さんの名がついたことが三名の由来であるとする説もある。ただし上記 海の国史の記述からすると、現在の地蔵が竹は法王山ではなかったこととなり、これらの説も確定的ではない。757年に女帝、高賢天皇が天地療養のために奈良田に来て法王山に登り、その三名が転化して法王山になったとする説もある。なお、平成十七年、それまで薬師岳、観音岳という三名だったものが、 関係自治体の申請によりそれぞれ、薬師が、竹、観音が竹に変更された。鳳凰山周辺には、いくつかの山小屋がある。一部の冬季避難小屋を除き、営業機関外は、閉鎖される。南アルプス国立公園内のため、キャンプ指定地以外での爆営は禁止されている。青木高園と御座石高園の各登山口には、宿泊施設がある。 高根ビランジ法王山の登山道では、以下の多くの鉱山植物が見られる。山頂部は、森林限界の廃末帯である。気境家の法王ウウシジャンと、ナデシコ下の高根ビランジは、環境省及び山梨県のレッドリストの絶滅危惧アイビー類に指定されている。赤石山無役の主猟船の小松峰から南東に伸びる枝尾根城にあり、南の野社人峠へその尾根が伸びる。 源流の河川は、藤川水系で、太平洋へ流れる。大無川支流の石空川には精人家滝がある。鳳凰山からの展望鳳凰山の最高点である、観音岳山頂の岩場は、見晴らしが良い。鳳凰山の山陽地蔵岳の山頂は鋭く尖った、特徴ある山陽である。ありがとうございます。